はい。ということで今回紹介する商品は麺屋花火の台湾混ぜそばです。ということでね、食べますが、もうね、持った感じ美味しいですね。もう全体をこれ混ぜるのが正解かな。はい。とざっくり混ぜて、ではいただきます。うん。うまっ。麺太。うん、魚粉が効いとる。こういったね、生麺タイプのラーメンとか焼きそばとか好きでよく買うんですけど、麺の太さは極太中華麺ということだけあってバリバリ太いですね。でもね、食感もちもちしてて美味しいです。辛っ。台湾混ぜそばって肉だれの味が結構強いんで、細麺とか普通の中太麺だと多分負けるんでしょうね、麺が。これだけ太いことでバランスが取れてるんですかね、知らんけど。でね、麺食べ終わったんですけど、肉ミンチがね、こんな感じで残りますんで、パッケージ裏にですね、書いてある食べ方やります。締めの食べ方かな、これは。ライス入れて、混ぜ混ぜして食べる。これ絶対うまいやん。であとは、ネギ、ごま、ブラックペッパー、卵。はい。締めご飯完成です。あー、うまそう。このタレご飯に合う。ということでね、麺屋花火の台湾混ぜそば食べてみたんですけれども、うまい。これね、麺だけっていう風な食べ方になると、量的にもうちょっと欲しいという感じになるんですけれども、このピリ辛の肉ミンチタレって麺がなくなった後、ちょっとね、残るんで、麺食べ終わった後に残りご飯入れて、タレをね、最後まで食べ尽くすってことができるんで、まあそういうことも考えると、一人前で、しっかりお腹いっぱい食べれるような感じになります。台湾混ぜそば、コストコのデリの方にも今出てると思うんですけれども、デリの台湾混ぜそばと、このね、麺屋花火の台湾混ぜそば、どっちがおすすめかっていうと、こっちですね。デリの台湾混ぜそばの方は、もう、温めるだけで、調理が完結するんで、めちゃくちゃ手軽ですね。で、あと量も多いんで、コストパフォーマンスは、デリの台湾混ぜそばの方がいいんですけど、こっちはね、いろいろ調理必要なんですけど、麺茹でるだけだし、あと、ネギとかニラとか卵とか、海苔とか京ごま、とかブラックペッパーとかいろいろね、好きなものを用意したんですけれども、そういった準備必要になりますが、やっぱ麺茹でたての方が、美味しいに決まってるんで、デリの台湾混ぜそば以外の麺の商品に共通するんですけど、やっぱね、麺がすでに調理済みであるっていう時点で、なんかね、給食食べてるみたいな感じですかね。麺の質感とかはあんまり良くないんで、やっぱね、茹でたてにはかないません。この麺はしかも極太中華麺で全粒粉入りということなんですけれども、デリの台湾混ぜそばよりも麺の太さこっちの方があるんで、タレの味かなり強いんですけど、まあ、口に入れた時のなんかバランスはこっちの方がいいなと思いました。デリのはね、塩味強いし、魚粉の感じも強いし、辛さもあるし、全体的に尖った感じがしました。で、こっちはね、全体的に
もうちょうどいい感じ、しょっぱいなとか魚介感がこうガンとくるなとか、そこまで極端ではなくてめちゃくちゃ食べやすかったです。はい、デリとこちらの台湾まぜそば食べて、次台湾まぜそば買うならどっちっていう風になるとやっぱこっちかなと。はい、調理って言ってもこう肉ミンチのパウチを温めておいて、あと麺を5分間茹でるだけですね。あとお皿に盛り付けるだけでいいんで、その手間すらかけたくないとか時間がないとかっていう場合だったら、デリの方がね、もうあのまんま電子レンジに突っ込んで温めてタレバってして食べれるんで、まあ、そういう風な使い分けしたらいいんじゃないかなと思います。はい、もし気になった方いらっしゃいましたらぜひお試しください。で、食べたことある方感想をですね、ぜひコメントの方で教えてください。ということで、現場からは以上です。本編の方でちょっとお腹空きすぎて一気に食べちゃって試せなかったんですけど、おろしにんにくも美味しいよとこれに書いてありましたんで、次食べるときはねこれも入れて食べてみたいなと思ってますが、もうね絶対美味しいんで、はい、まあ、生麺と肉ミンチタレしか入ってないんで、トッピングをいかに充実させるかってところで美味しさ変わってくると思いますので、いろんな種類のトッピング用意しておくことをお勧めします。という感じで今回の動画は以上でございます。最後までご視聴ありがとうございました。こんな感じでコストコ商品レビューの動画いろいろ作ってますので、もし興味持っていただけましたらチャンネル登録ぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。